に教皇庁における財務のエキスパートとして活躍し、教皇在位中に、三条万人ラテラの大聖堂の壮大なファサードや、トレビの泉を建設したことで知られる。アルバーに数機鏡の膨大なコレクションを購入して、バチカン図書館の内容を豊かにもしている。フィレンツェの貴族出身のコルシーニは、ピサ大学で法学を収め、 叔父のネリコルシーに数奇教のもとで財政の実務を学んでいた。叔父と父が死ぬと彼に、コルシーに家の投領の座が待っていたが、それを放棄して、教皇院のケンティウス11世から3万スクードで、高位聖職者権を購入して、聖職者となり、莫大な財産を、叔父から引き継いだ書籍の充実に充てた。教皇庁では、彼の財務家としての能力が遺憾なく発揮され、 歴代の教皇たちにも厚遇され、サンピエトロイン・ビンコリ教会の司祭数奇教から、フラスカーティの司教数奇教になるなど、順調に出世していった。彼が教皇に選ばれたのは実に78歳の時であった。老齢から視力が衰えており、ベッドについていることが多かったが、頭脳は明晰で、コルシーニ家の有能な演者たちを側近として動かして、実務をこなしていた。 教皇クレメンス12世を名乗ったコルシーには、まず悪化していた教皇庁財政の立て直しに取り組んだ。彼は財政が悪化した原因が前教皇時代の財務責任者コスチアスキ教の職権乱用にあると考え、彼を筆頭に責任者たちに損害賠償を求めた。そして最も責任が重いとみなされた。 コスチアスーキ教は合わせて10年の金庫刑も課せられた。さらに、ベネディクトゥス13世が禁止した富くじを復活させることで、教皇庁に年間50万スクードに上る収入をもたらし、急速に財政を立て直していった。教皇はそれらの収入を活かして、ローマの建築物の修復や新築に取り組んだ。まず、教会のみならず、 教皇宮殿としても重要であったサンジョバニ、山上インラテラの大聖堂のファサードのコンペを行い、アレッサンドロガリレーの案を選出して、聖人たちがそびえ立つ壮麗なファサードが完成せしめた。さらに、コンスタンティヌス帝の外線門を修復し、クビリナーレの丘に、コンスルタ宮殿を建立し、さらに、ローマ市全体の道路舗装を行い、コルソ通りを拡張、アンコーナに、 ローマの外交を建築した。その中で、最も有名な業績は、ローマの名所の一つであるトレビの泉を、ニコラサルビーに命じて建設させたことである。また、6万スクードの大米をはたいて、アルバーに数奇教の美術品や古書籍コレクションを、教皇庁のものとしている。彼は、教皇就任時に、老齢で弱視であったが、極めて多くの業績を残している。 サンマリノ共和国に侵攻したアルベローニスーキ教に自制を促して、その独立を維持させ、パルマとピアチェンツァの両大公の仲介を行った。また、クレメンス12世の時代、フリーメーソンを排斥する初めての教皇文書、イニエミネンティが発令された。他にもヴィンセン氏はア・パウロを劣勢し、フランスのジャンセニスムを非難し、 東方教会との合同を目指し、実際にアルメニア制教会の一部とコプト制教会の一部に教皇権を認めさせ、東方天霊カトリック教会の教区を同時に設置した。教皇は死後、自らが手塩にかけたサンジョバンニインラテラの大聖堂に葬られた。ありがとうございます。